ミトルノートはその後に現れ、数時間持続します。ベースノートは最も長く持続し、香りの基盤を形成します。香水の選び方。香水を選ぶ際には個人の好みだけでなく、肌質、体温、さらには生活環境も考慮する必要があります。香水は肌に直接つけることで体温や波長を受けて香りが変化します。また季節や場所によっても選べる香水が変わります。使用方法。香水は1ヶ月で分泌液や首筋などにつけるのが一般的です。これは体温が高い部分で香りがよく発散するためです。香水は直接肌につけるか、空中にスプレーして歩き抜けることで全身で香りをまとうことができます。保存方法。香水は直射日光や高温多湿を避けて保管する必要があります。理想的な保存場所は冷暗所で、温度変化の少ない場所です。アイデンティティを表現する手段として